アワジワールドパークをのー正面玄関地スアワジワールドパーク小野ーは兵庫県アワジ支援で2185にあるミニチュアパーク観覧車や観覧電車などの遊戯施設や世界の建物や童話の再現シーンなどの縮尺展示木造ホブネキ玉エへの実物台などを展示する展望レストランや物品販売施設金高薫の資料館なども備える 面積12ヘクタール。もともとは、兵庫県の第3セクターで開設されたが、赤字運営だったために、第3セクターを解散し、以来民間に経営委託している。2006から2012年までは、愛媛県のファームが運営を行った。2019年現在は、株式会社をの頃が運営する。 ミニチュアワールドヘリポートあたりピソのシャト世界の有名建築物18基を1、25で再現するミニチュアパーク。イラン・エジプト・メキシコ・コロンビアの古代文明の彫刻、遺跡など個体が展示されている。世界の有名な童話8話を元にした展示物が屋外に並び、童話の世界に迷い込んだような演出がなされている。ジャーナリスト金薫が・カネタカ・カオルが 生前、1959年から1990年までの31年間で、自らナレーター、ディレクター、プロデューサーを兼務した TBS 系テレビ番組、金高薫世界の旅において取材した奇跡の一部が、1985年に淡路島にて開催された国海の祭典の会場の施設の一つとして、建設された建物内部に展示されている。 この番組で取材した国は150カ国に上り、その距離は地球180周分になる。しかし、最近は来館者が減り、施設が雨漏りするなど老朽化してきたことなどから、淡路ワールドパークの運営会社が2020年2月28日資料館の閉館を決めた。展示品は、一般財団法人、金高薫基金に返還する。レストラン、売店など、 日本のミニチュアパーク、ありがとうございます。